はいどうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はこちらでございます。行方不明者多発地帯。はい、実はアメリカで、うん、ある場所でですね、行方不明者が多発しているという、情報がありまして、はい、それがですね、もうとんでもない数なんですよ。それ治安が悪いとかじゃなく、その地区だけ特に多いんですね。まあ、地区というかね、スポットなんですよ。あるスポットで年間に1600人とか行方不明になっているっていうところがある。すごいよそれ。でそれでもピンとこないでしょ。そんな場所あんのって思わないですか、普通に考えて。いやだって信じられない日本ではまずありえない、うん、1600人いなくなるって。これね、まあ、ちょっとアメリカならではというところもあってですね、うん、その場所っていうのが国立公園なんですよ。公園で人がいなくなる。そう、あのね、アメリカってなぜか国立公園内での行方不明者が異常に多いということで、はい、しかもその行方不明になる、うん、なり方っていうのも、うん、いわゆる神隠し的な不思議な消え方を しまくっているということです、ね、完全にエイリアンじゃん今回のやつでですね、はい、ちょっと今日は、うん、そのアメリカの国立公園でいなくなった事件っていうのを取り上げさせていただこうかなと思っています、うん、はい、いやこれはちょっとすごいね。僕らのね、イメージ、うん、日本のイメージの国立公園とはまあちょっと規模が違うんですよね、うん、そもそもアメリカのやっぱりもうとにかく大きいし、はいはい、広いし、国立公園内で普通に、ちょっと失踪というか、うん、行方不明になる可能性も全然あり得るぐらいの広さがあるところが結構ある、はい、でもそれでもなぜこんなことになるのかっていうのが不思議な点が多くあるんですよ。なんか広いっていう理由だけで1600人おらんならんやろって思っちゃう。そうなんですよ、うん、で公園だからね、あくまで、うん、開けてるから。そういうのも踏まえてちょっといろいろご紹介していきたいと思うんですけど、うん、はい、まずですね、一個この国立公園行方不明系で有名な事件としてデニス・マーティン行方不明事件というのがございまして、うん、はい、1969年デニス・マーティンという6歳の子がですね、うんうん、グレートスモーキー山脈国立公園というところで、まあ、ファミリーで出かけた時に行方不明になってしまったという事件なんですけれども、これがですね、一晩のキャンプをですね楽しむ感じで、うん、父と祖父そして兄で、はい、一緒に訪れているんですね、はい、でそのキャンプを楽しんだ翌日、スペンスフィールドというところにハイキングしに行くんです、うん、でそこで大人たちは座っておしゃべりをしていたんですね、うんうん、でその時にそのデニス君と彼の兄弟たちが大人を驚かせてやろうぜっていうことで森の中に行くんですよ、うん、でまあそのハイキングとかやるような森ですから、まあそんなにすごい深い森とかじゃないんですけども、はい、まあそこでちょっとバラバラになって、で兄弟と友達が3人、うん、でデニス君は1人だけちょっと別のところで驚かしに行こうということで、はいはいはい、でまあそこのところに大人が来たんですよ、うん、どこ行ったんだろうって来て、うんうん、でそこに3人のスタンバっていたお兄ちゃんたちを出てって、うん、わーみたいな、で驚かすことに成功したわけなんですけども、はい、もう一人のデニス君が出てこないわけですよ、うん、デニス全然出てこないなってことで心配になってきてまして、うん、でみんなファミリー含めで彼を探しに行くわけですよ。おーおー、そしたらその探し始めるんですけど、まあ姿が見えてこないと、うん、これはちょっとおかしいぞということで、レンジャーとかボランティアとかも含め国立公園史上最大規模の捜索を行うことになるんですね、うん、で結局それでも彼を見つけることはできなかったと、うんうん、もう意味がわかんないですよ、その本当に一瞬で、うん、しかもその、うん、距離的にもそんなにすぐ離れられるような状況じゃないのに、ね、だって子供が隠れもするぐらいですからね。そう、いなくなってしまったんですよ。なんで？で、ただその翌日に、うん、大雨が降ったっていうこともあって、彼の痕跡が一気になくなってしまったっていうのも、まあちょっと原因の一つではないかというふうに言われていくんですよ。はい。で、可能性として警察がどんな可能性があるかっていうのを出したのが、うん、道に迷って大雨が原因でどっかでなくなってしまったんじゃないかっていうのが一つ。はい。で、さらには熊などの野生動物に襲われたんではないか。三つ目が何者かによって連れ去られてしまったという、はい、要は誘拐ですね。何者かっていうのは宇宙人も入ってる？まあ宇宙人も入ってるでしょう。この時点ではね。この野郎。で、
これ、不思議なことに、はい、このいなくなったっていうことだけじゃないんですよ、うん。お父さんが何者かに連れ去られたんじゃないかっていうふうに考えていたそうで、うん、この理由っていうのが、キーさんっていう家族がいるんですよ。で、そのキーさんが子供の叫び声を聞いたという情報を出してくれたんですね。はい、で、その叫び声の先には何があったかっていうと、うん、熊のようなでっかい大男が、肩に子供のようなものを担いで、木々の間を走っていく姿を目撃したっていうんです。肩に担ぐ？そう。おかしくない？まあ、子供とは言い切れないけど、子供っぽいものをこう肩に担いで、大男が木々の中をこうダッシュしていったっていうのを証言してるんです。それさ、熊がさ、こう噛んでるのを担いでるって勘違いしてるだけじゃない？そうかもしれないじゃないですか。で、まあ、それも、どこまでが見間違いで、本当なのかもちょっと分かりづらいんですけど、はい、ただもう一個問題点があって、そのキーさんが見た場所っていうのが、デニス君が失踪して、約1時間後に、約13キロ離れた場所なんですよ。っていうことは、人の足で山を1時間で13キロ先移動したって考えると、生半可な体力の人ではまず無理なんですよね。無理ね。トップアスリートぐらいでもできるかどうかわかんないような話ですから、はい、っていうことを考えると人ではないんじゃないかというようなことさえ考えられるということなんですよ。もうあれ今日僕がなんか言ったのは全部無視するって決めたの最初にもう全部無視するって今日決めたの。いやですから、あなたが言っていたように、宇宙人説もあれば、ユーマ、そのいわゆるイエティとかさ、そういうのの可能性もあるっていう、残されているという感じなんですよ。じゃあこれは無視じゃなくて、先言うなよ、おいっていう意味やったいや、だから、可能性としては。まあ、あるはあるよね。どれもあるんですよ、で、結局それで見つかってないので、最初に言ってた、警察が言ってた3つは自然が、彼をどっかに流してしまったとかっていう可能性もあれば、動物に襲われた可能性もあったりとかっていうので、どれが結局原因っていうのは分からないって話なんですよ。でも十数キロ先で、その、まあ、おかしな獣が、肩担いで進んでたっていうじゃない、でもそれってさ、その最初にいなくなった男の子とは考えにくいじゃない、離れすぎてるし、ってことはもう一人いなくなったじゃない子供。だから、そこ、面白いところなんですよ。実は、このケース、まあ、有名だから一個説明したんですけど、これに似たようなケースが、マジで山ほどあるんですよ。で、なぜか、その、失踪事件に、また共通点がすごいあるんですって。で、それが何かっていうと、捜査するときに警察犬を、まあ、多用するんですけど、なぜかわからないですけど、警察犬がその時、大体機能しなくなるんですって。あ、で、その理由っていうのも拒否する異変というか、国立公園の行方不明者が出た時の翌日の捜索で、結構な確率でこれがあるっていうのがまず一個共通点としてあると。なんか前見たさ、あの動物番組で警察犬ほど頭が良かったら、ライオンに立ち向かえないんですよ。どうせ殺されるって思ってるから。だけどバカな、あのプードルとかをワン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 って吠えるんです、チワワとかって。それじゃない、ほんまに自分より強い獣がいるから動けないっていう、怯えちゃって。そうで、それで、警察の方曰く、その反応を見ている限り、何かに怯えているようには、絶対そうよ、感じるというような証言もあったりするんです。絶対そうやで、またもう一個、新しい共通点として、必ずと言っていいほど、気象的に豪雨や濃霧、砂嵐、吹雪など、気象的な変化が訪れることが異常に多いと。要は痕跡を消すような。で、悪い例で言うと、ヘリで捜索するんですけど、始めたら途端に強風が吹いてきて、ヘリが墜落するっていうパターンもあるぐらい。それは変だな。で、さっき紹介したのも、次の日すぐ大雨が起こってるじゃないですか。そうね。これもまさに、本当そのケースに当てはまる例なんですって。で、もう一個、いなくなってから、すぐには出てこないっていうのがほとんどなんですけど、例えば何年か後とか、半年後とか、に子供のアイテムだけ出てくることが多いんです。例えばベタなやつで言うと靴が出てくるとか。そうそうそうなんですよ。なんだそれ。そのパターンで言うと大抵、これもまた共通点なんですけど、ものすごい綺麗な状態で戻ってくることが多いと。その当時履いてた状態ぐらいのものが出てくる可能性が高いっていうんですよ、でプラスアルファもう一個変な点が、服とか
も出てくるんですけど、服が裏返しになっていることが非常に多いんですって。綺麗なんでしょ？その綺麗な。保存状態もすごいいいっていう。だからこれからすると、野生動物が襲ったっていう可能性は非常に減るんですよ。ひっくり返すわけないもんね。だから血痕とかもついてなかったりとか、うん、その泥もついてないで、そうね、そのまんまの状態で戻るってまずありえないじゃないですか。なんか、田中さんのあべこべみたいな話やね。あ、そうそう。うん、だから、なぜ裏返しになっているのかっていう点だけで考えても気持ち悪いし、まあ俺が一個思ったのは、誘拐とか無理やりするときにひっぺがしたら、まあ逆転するとかはあると思うんだけど。けど綺麗な誘拐っておかしいよね、それでも。っていうか、それを、じゃあ誘拐したとして、なんでまた戻すんだっていう話なんです。だいたい捜索一度してる場所に戻ってくることが多いという。これもなんか非常に謎のケースらしいんですけど、なんだそれ。この共通点もめちゃくちゃ多いそうですね。で、細かいので言うと他にも、ドイツ人が先祖にいると行方不明になるケースが多いとか、はい、行方不明者の足取りを辿った時に、なぜか山を下るっていうことはせずに、登って、そこで登ったところでアイテムが見つかったりとか、うん、目撃、最後の目標があったりとか、はい、何かに追われてた時に、下れば、逃げられるのに、なぜか登るみたいな行為する人が非常に多いっていう風にも取れる。で、あと多くは水辺で発見されていたりとか、グループ、グループ集団で大体来るんですけど、集団の先頭にいていきなり消えるパターンとかもあるそうです。先頭で、はいはい。それって普通に考えたらありえないじゃないですか。だってみんなが後ろにいるんだから。にもかかわらず、その脳無だったりとか、何かしらの理由で一瞬見失って、そこから本当にその子だけがいなくなるっていうパターンが多いとか。まあ、土砂とかね、そういうのでとか、あとまあ、普通に山滑落というか、落ちていったっていうのは考えられるけど、でも、わかるじゃない叫び声とかで。それにしても、やっぱり。うん。綺麗に残るとか、ね、その後の人も同じように何か言ってなきゃおかしいじゃん、それって。うん、っていうので、なぜかそこの共通点がめちゃくちゃあって、それを専門にずっと捜索し続けてた捜査官の人とかもいたりするんですよ。はい、でその方が作家になって、それについて著作出してたりとかで、こういう情報がまあ出てきてるんですけど。変な話だな、それは。で、その中でも、またね、ちょっと変な方向性の行方不明事件がもう一個あって、それがジョン・ドゥの行方不明事件というやつなんですよ。はい、で、これが2010年に、3歳のジョン・ドゥっていう子と彼の家族がシャスタ山っていうところの釣りスポットに行ってキャンプをしていたんですよ。で、午後6時ぐらいにジョン君が、あ、いないっていうことに気づいて、で、捜索を開始するんですけど、結局まあジョン君は見つからず。で、彼の父親が地元の警察、レンジャーとかに連絡して行方を捜索するんですけども、やっぱり出てこないと。しかし、そのジョン君行方不明になって5時間後に、すでに捜索をした場所から彼が急遽また出てくると。で、その出てきたジョン君の状態っていうのが、怪我もなく、ただ意識だけがなんか、ボーンとしてる。何だったんだろうみたいな感じで、で、自宅に帰ることができたと。その後、ある日、その、おばあちゃん、キャッシーさんっていう方と、ジョン君が遊んでる時に、突然、キャッシーさんに、他のおばあちゃんは好きじゃなかった。って言うんですよ。どういうこと？で、どういう意味？っておばあちゃんが聞くんですよ。そうすると、僕が森の中で迷った時に、おばあちゃんに山の洞窟の奥深くに連れて行かれたって言うんですよ。で、その洞窟には、ロボットや武器がたくさん置かれていて、おばあちゃんは頭から不気味な光を発していたと。で、これを見た瞬間、ジョンはそのおばあちゃんが自分の本当のおばあちゃんではないと気づいたとのこと。で、その謎のおばあちゃんっていうのは、彼に紙の上で排泄をするように指示したと。で、ジョンがそれを拒否したところ、おばあちゃんは興奮して、何度も彼にその指示を繰り返したとのこと。で、彼はずっと拒否をして、結局おばあちゃんは諦めて別の話をし始めたと。その別の話がまた奇妙で、あなたは宇宙から来て母親の子宮に植え付けられたと言ったそう、それからおばあちゃんはジョンを洞窟から外に連れ出し助けを待つように言ったと、いうことで、そのジョン君がいなかった、その行方不明の5時間っていうのは、そのおばあちゃんがいる洞窟にいて、めちゃくちゃ突飛な、そうね、もうもはやなんか SF の世界みたいなところにいて、そこから拒否をし続けたことによって戻ってきて、そこで行方不明から、まあ、見つかってっていうことになったっていう話
らしいんですよ。なんか聞くとさ、うん、パラレルワールドの世界って全部逆っていうじゃない、うんうん、服とかもそうなんじゃない？マジでパラレルワールドに入って、うん、なんかのタイミングで時間軸歪んで入っちゃって出てくるときに、うん、もう逆さになった服とか靴とかが出てくるみたいなことって考えられない？そうそういや、それもね、俺もなんかそういう感じかなと思った、ね、死の世界とか、うんうん、そうそうそう、逆になっちゃうとか、ね、うん、私のこの話聞いてるとなんかすごいその感じに聞こえるね。そうそう、パラレルワールドの世界というか、ちょっと先の進んだね、僕らの世界とは、うん、だからこれを聞く限り、うん、まあ、このジョン君が言ってることが妄想とか、うん、その自分の中で勝手に思ったことではなく、うんうん、本当に経験していたとしたら、みんなそういうようなことを経験して、そうね、で帰ってこれたパターンの方がレアだったっていうことなのかなって思うよね。うん、そのジョン・ドゥ君ね。ジョン君はうまいことその断り続けたのか聞いたのか、うんうん、なんか理由があって戻れたけど、うん、他の子たちはそれについていっちゃったりとか、そうね、でそのものだけがこっちの世界に、うん、まあ、戻してくれたとか、そういうね、そういうことなのかなとか思うよね。なんか、ジョン・ドゥー君の話聞いてるとさ、うん、それがもし少し先の未来としたらさ、うん、結構これ怖い暗示というか、うん、ものでさ、人間っていうのがロボットに支配されて、ロボットによって人間が生かされてるペットみたいな扱われて、うん、だから、髪の上でうんこ声優なんじゃん。ペットと化してるから。まあ、人間がペットにやらせてることを、みたいなことだよね、うん。うん。ちょっと怖いよね、これね。だから、まあ、全部が全部ですね、そのおばあちゃんの洞窟の世界みたいなことではないとは思うけれども、うん、まあね、うん、そういう可能性を考えるとかなりオカルト色が強いですし、家畜人ヤプーみたいでなんか面白い。何よりその面白いのはやっぱり実際に警察官が捜索していて、こういう謎の共通点がめちゃくちゃあるっていうのが、まあすごい面白いなと思って、うん、なんかすごい公演だな本当に。そう、でもどこの公園どこの公園じゃなくて、うん、アメリカのいろんな国立公園で起こってることらしいです、ね、国立公園ってなんか異世界とのこうで繋がりやすいスポットとかなんかなとかね、うん、ちょっと思いましたけど、ね、ちょっと面白いですねそれはね、はあ、というですね、実はアメリカ の, あの行方不明者特筆スポットは国立公園だったという話でございます、うん、はい、でですね、僕らいつもね、うん、あの募集してるんですけども、何を募集するの？公園にまつわる話、不思議体験。ああ結構あるよね、意外と多いんですよ。多い多い多い。僕らの普通のお便り会でも、うん、実は公園で体験した出来事って結構多くて。結構ある。そう考えると、うん、まあ、公園に絞ってもいろいろ出てくるんじゃないかなと思ったんですよ、ね、確かにね。そっちの方が面白いですね。うん。っていうことなんで、面白いわ。今回は、公園で体験した不思議な出来事とか、公園で、まあ、目撃した不思議なこととか、怖いこととかでもいいですし、うん、まあ、そういったことをちょっと募集しようかなと思っております、ぜひお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。